久保さんいやあのねめちゃめちゃ面白いというか見ちゃった見,見る予定はなかったんですけど久保さんの動画のあたりかな,な久保さんの動画が再生終わった後流れましてこれアベマニュースで2週間前に公開されてるえ父の,し父のし死は汚職何です捜査するジャーナリスト命を懸けた最後の事件 アベマドキュメンタリーっていうこれはなんかその岩手の、えー、17歳の少女の殺害事件をあるジャーナリストが追いかけてで最終的にそのジャーナリストの方がまあその警察まあ結局国家で隠蔽というか警察隠蔽っていうかまあ勝てないというかで遺書を書いて自分の自分が死んでなんかそれをなんか変えたいっていうなんかその。 壮絶なね。そんなことがあったんだ、みたいな。まあまあ、まあ僕はこの事件知らないというか、まあ、知ってたのか、まあね、その十何年前の話なんでうん、まあでも知らないかな。まあその時テレビ見てない。十何年前だったら、テレビ僕あんま見てないですからね。会社泊まってたから、うん。ちょっと見ちゃいましたね、これ。 まあこのこのアベマ t v のこのドキュメンタリーを見,れ見,れ見ただけで思うのはやっぱ警察強いなっていう <laughs> うんやっぱ国家はしかもねこれがね奇妙なんですけどそのすごいんですよその,その同姓同名そのまあここ遺体が発見されたその少女の少女と同姓同名の まあそのなんとか村,村に同姓同名の女の子が2人いてその女の子は友達関係でその容疑者とされてる人が、まあ、その殺害されていない方と付き合ってたみたいな,なんかこのねここもすごいですねだからまあ警察が勘違いしたらしいんですよねその同姓同名がいるなんて知らないそんな知らなくて まあ、いろいろあるんですよ。だから、す、これなんかもう、すごいな、みたいな。これ、これなんかその、え、こんなの、リアルでこんなことあんのか、みたいな。なんかその、映画を見て、映画というか、その、事件ドラマを見てるようなことが、もうガチで起こってるってそもそもその、同姓同名の女性がいて、みたいな。まあ、それも、なんか、しかもそ、うそ,うそれが友達関係にいて、みたいな。いや、これはすごいっすね。これは、本当に。 これがリアルに起きてたんだっていうのはちょっとビビりましたちょっと見ちゃいましたもん。うん。だからまあけ、警察がまあ、隠蔽、隠蔽というかね。そう。そんな謎めいてる。これ、すごい事件で。うん。これは見ちゃいましたね。そう。まあ、これからね、何が言いたいのかっていうと、 やっぱね、まあこの方はまあ本当に命をかけて仕事をしてたというかまあ自分で死で自分で衣装を書いてその岩田の事件が、まあ、自分の人生を書いたみたいなでまあ自分で命を絶ったのかなうんでもね僕は思うんですけどもしですよ今あの生きてたら 時代は変わったので多分10年前と今って全然違うじゃないですかインターネットのインフラが個人がこれだけ発信できるようになったんで昔はそのなんだ発信してもあれだったかもしれない発信できる場所もなかったしそのなんかだから記者会見とかも開いたんだけどもあんま効果がなかったらしいんですよで結局記者会見っていうのは記者会見をやったとしてもその 各報道会社がその記者会見をパシャ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 ,パシャって言って、それで報道して拡散するっていうやつじゃないですか。だけどた、たぶん、その警察の圧力があって、その、なんかその全国ニュースとかに流れなかったらしいんですよね、そういうのも。全部。たぶんそれはまあ警察の圧力だと思うんですけど。だ今はね、個人でいくらでも発信できるわけじゃないですか。暴露系 YouTuber、ガーシーみたいなね。<laughs> ガーシーですよ。 そう本もね最近出されたみたいなんですけどまあね選挙に向かってあの国会議員ですよね選挙だからもしだからこれね僕はもうすげえ感じたのがもし今の時代に生きてたらこの多分いろんなことができたんじゃないかなって思いますね でお金にもね困ってたらしいんですよ。まあ、もう2年間その独自聴者、もうね、お金なくても自分の貯金切り崩して取材してたみたいで、まあ。ガーシーさんもなんかね、何十円しかなかったけど、YouTube やって大成功みたいな。<laughs> うんいや、でもなんか、まあ、久保さんも言ってましたけど、もったいないなと思いますね。 もったいいいななていうできるわけじゃないですか選択できて別にどこでも本当にできるんですよ今ってどこでもでここのホテルのパソコンホテルのネット回線クソ速いっすねここは速いまあたまにねあのホテル泊まってネット回線すげえ遅いとかあるんですけどここは普通にクソ速いっすねうんだ 今、ホテルに泊まって Wi-Fi が飛んでないってことまずほぼないですよね、多分。<laughs> うん昔は、多分ね、昔はね、ホテルでパソコン使おうと思ったら、多分その1000円とかね、有料ですみたいなあったと思うんですよ、多分。<laughs> 今、フリー Wi-Fi、当たり前ですよね。うんしかも、あの、有線のね、なんか、あの電話して、その、なんか、有線のこ、あの、 ケーブル借りてくるとかね、大昔はあったと思うんですよね。まあそもそもホテル側もそのコストがかかるからネット引くのにね、そう、2、30年前とかね、たぶんまあそんな感じだったと思うんですけど、今どこかしこもフリー Wi-Fi ですね、フリーです <laughs>。うん。はい、フリー Wi-Fi。<laughs> フリー Wi-Fi。 だからまあもうやればいいのになと思いますねもったいないなと、うん、まあ僕はやりますけどねだってせっかくこの時代に生まれてるわけですからやって、まあ、それでしっかり金稼いでうー、ん、んだ人がいい人,人様他の人がね、えー そのうん、できないようなことをや,や,やるやっていきたいっていうだ普通にまあサラリーマンで働いてたら僕の今の人生みたいな生き方はできないのででも僕はこの生き方を今しててうん非常に楽しいですしうん何かなんかいろんな思い出というかねまあ僕もどうせ死ぬんですけどもどうせ死ぬんだけども死ぬ前にいろんなことやっぱできるなっていう やっぱね、いろいろ人生について考えますよね。まあこの、この、あの、ジャーナリストの方は、まあ、自分で、なんか、命をね、絶ったみたいですけども、僕はいの、自分で命を絶つってことは多分ないとは思うんですけども、うん。まあ、伝えていきたいですよね。死ぬ前、死ぬまでずっと。この人生いいよと。 うん僕が実態だってね本当にうまいと思ったら友達に言うじゃないですかこれうまかったこのラーメンうまかったせいとかこの映画良かったよって言いません本当によなんか感動したことだったりとか美味しかったものって言いますよね多分ねどうですかじゃあ身内に言わないですか本当に美味しい名店ね自分のだけのものにします 誰にも言わず自分のだけのものにしたいですかその美味しいお店の情報を <laughs> まあたまにそういう人もいるかもしれないですけどね誰にも言,わ言いたくないみたいなでも人ってまあこれまあ多分まあ DNA で刻まれてると思うんですよねその何かをシェアするっていうのは伝えるとあそこ美味しかったよとかあそこのお店安いよとかねここいいよとかねうんだ僕はこの人生を実際体験してこの人生本当にいいなと思うので まあこういう人生できるよと、まあ、言い続けますけどねやればってかやればっていうかつた使,使える環境にいますので使えやれ行動しろ使,使えみたいなことを言いますけど言い続けようかなと思いますけどね、うん、やっぱねまあ思いますもんすげえまあ今回も車でいろいろとぐる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 回ってましたけど平日にこんなことやってる 不思議だなっていう普通に生きてたら平日こんなねなんかできねえなっていううんまあこういう人生もあるんだなっていう身に染みて思いますねありがたいですね本当インターネットがなかったらこんなのできなか,できなかったんで多分今日もね 多分アルバイト僕は行ってるか派遣社員行ってるかまあ正社員には僕なれなかったんで多分派遣かまあアルバイト行ってるでしょうね今日もね普通の人生だったら人生何があるか分かんないですねそう,ああそうそうあと昨日見てたんですけどなんかその量,量子コンピューターですよね 量子コンピューターっていうのが日本に1台あるのかな。で、それでなんか今、高校生がその量子コンピューターについて、そのち量子コンピューターの知識を増やすために、なんか学高校のなんかの見学会みたいながあって、で、なんかそれでなんか,か YouTube やってたんですけど、いやー、量,量子コンピューターかーと。これからもっと変わりますよ。なんか10万倍だったかな、計算速度が。今後、<laughs> <laughs> 10年後、20年後、例えば、これね、量子コンピューター、クソ今でかいんですよ。ね、クソでかい、このすげえ機械なんだけども、これね、そのうち,、ままちょ僕が、僕が生きてる間か分かんないですけど、多分このね、今使ってるパソコンとかも CPU が量子,量子コンピューターみたいなね、CPU がすごいことなんじゃないですかね。まあ、それはそうですよね。 まあ時代背景を見ても CPU の性能っていうのは日に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 もうめちゃくちゃ上がってるわけですからこれ多分家庭で量子コンピューターをねこんなちっちゃい量子みたいなね量子か量子かわかんないけどもうすごいことになりそうですよねうん、うん、だからやっぱ時代ですねうんいってらっしゃい